っちゃったのかしら。話って、その、綾香はどうしたんですか？え？だって綾香、私に用事があるって、嘘？ひどい。二人して私を騙したのね。私、帰ります。
に来ればいいんだもん。それじゃ行ってきます。お兄ちゃん、卒業式は遅刻しないで来たみたいね。ああ、はいはい。私、自転車置いてこないといけないから。それじゃ、お先。勘違いしないでください。私は生徒会委員として挨拶しただけですから。それでは失礼します。おい、いいか、今から俺が言うことよく聞いておけよ。折倉さんはお前にくれてやる。その代わり彼女を泣かせるようなことしたらその時は承知しないからな。俺が言いたいのはそれだけだ。おい、分かったのか。当たり前だ。あ、おい、卒業おめでとう。先輩、卒業おめでとうございます。キャッ、でも先輩が卒業したら寂しくなっちゃいますね。今更おだてられたって何も出ないんだからね。
れた顔も可愛かったりしてな。もう知らない。ふんだ。にぎやかだなお前たち。高坂じゃないか。今日も神出鬼没だな。相変わらず失礼な奴らだ。ま、それも今日で最後だがな。お前こそ相変わらずな奴だ。そのトゲのある言い方はなんとかならないのか。二人ともそのくらいにしときなさいよ。それよりこうやってメンバーも揃ったことだし、これからみんなでどこかへ出かけない？おお、それ賛成。高坂、もちろん行くよな。そうだな。今日くらいお前たちと一緒に過ごすのもよかろう。よーし、それじゃあパーッと行きましょうか。パーってあげたんですからね。オリクラさんのこと。ねえ、ちょっと歩きましょう。今朝ここで会ったの覚えてる？その時のあなたの後ろ姿、すごく寂しそうだった。私ですら声をかけづらかったんだからね。折倉さんのことなんだなってなんとなく分かったわ。ねえ、何をそんなに悩んでるの？私たち友達なんだからさ、一人で悩まないで私に言ってよ。ないな。好きなら好きだって思い切って言っちゃえば。きっと折倉さんもあなたのこと好きに決まっているんだからさ。ね。ちょうだいね。それじゃあお返しに私は毎日書いてあげるわよ。うん、
恋人同士にはなれなかったけどね。あ、それじゃあ私そろそろ帰るわね。オリクラさんのことを焦らないでね。彼女だって本当はあなたのことが好きなんだから。じゃあさようなら。表に車が来たわよ。大きな荷物から運んじゃいましょう。お兄ちゃん、この歯ブラシ持って行って。えへへ、出かける時間よ。向こうへ帰って落ち着いたら必ず連絡をちょうだいね。それとご両親によろしくね。いえ、いいんです。こちらこそいろいろありがとうございました。さよなら。これが最後のお別れではないわ。また会いましょうね。かな、本当の気持ちがあるのなら今伝えないと後悔するかもしれないわよ。お母さん、待って。行かないで、お願い。あなたがいなくたって前と同じ生活に戻るだけだってそう思ったけど、ダメなんです。あなたのことが好きだから、好きだからずっと一緒にいてほしいの。ずっと一緒に。あなたに似てとっても可愛いですね。うん、ほら目元なんてあなたにそっくり。
私たちみたいにね、あなた。うちでみんなも待っているわ。そろそろ帰りましょう。今ならはっきり言えます。父よりもあなたが大切な人だと。あなたのこと大好きです。